嬉しい闇に闇にいられる。鬼となる。みゆきさん。恋人がいたんですが、東北に仕事で転勤になってしまってから、遠距離恋愛になってしまった。彼女の恋人のゆうやさんということ、大好きだったんですけれども。 離れ離れで恋愛するようになってゆうやさんすごく女性に人気のある感じのいい男の人なんですね彼が浮気しないかなってずっと心配していたらある時本当にゆうやさんと連絡が取れなくなってしまった私以外に誰か好きな人ができてしまったのかなしばらくは悲しんでいたんですが人づてに聞くとどうもゆうやさん本当に行方をくらましてしまったらしい 驚いてあちこち友人に聞いてはみたんですが誰も知らないし遠くにいる両親がゆ也さんの捜索願いも出したという何の連絡もないまま行方をたった恋人にすっかりみゆきさん心が傷ついてしまってその後恋愛をする気が起きなかったみゆきさん仕事でまた2年経ってから東京に帰ってくることになったんです それでもゆうやさんとの思いい出出があるなななかなか恋愛は踏み出せないただ一緒に働いていた同僚がとってもいい男性がいて優しいし頼りになる仕事をしながらだんだん信頼会見ができて結局その男性と久しぶりの恋愛をすることになったそうですしばらくの間はプライベートも仕事も充実してすごく楽しい時間を過ごしていた。ただ 新しい恋人と付き合いになってしばらくしてから会社に一本の電話がかかってきたそうですその電話の相手はどうも昔付き合っていていなくなったゆうやさんの知り合いの女性らしいその女性が彼は今でも元気にしていてあなたにすごく会いたがってるって言うんです聞いてみるとその女性の話ではどうもゆうやさん バーテンダーの仕事をしていたんですが店で知り合った良くない人間からお金を借りて借金まみりになって逃げ出したらしいみゆきさんにも迷惑をかけたくはないので行き先も言わず友達にも何も言わずそのまま行けをくらましたそうです結局逃げ回りながらも借金を返して今ではひっそりと暮らしているそうですがただもうみゆきに会わせる顔はない。 「会えない」って言ってるけど彼ねすごくあなたに会いたがってるのよあなたのこと大好きだったからって電話の向こうでその友達の女性が言うんですみゆきさんそれを聞いてやっぱり一度彼に会おうって思った友達の女性が「良ければ彼ここに住んでるから」って郊外のとあるマンションの住所を教えてくれた「良ければ顔見に行ってあげて」って言われたんで。 みゆきさん悩みながらも結局行ったそうです仕事終わった後行くともう夜ですマンションずいぶん荒れ果てた様子でボロボロのマンションなんですねあまりたくさんの人が住んでいるようにも見えないただ言われた2階の部屋だけは電気がついているああ本当に彼がいるんだと思ったインターホンを押すとはいと懐かしい彼の声が聞こえる扉を開けると あのののままのゆうやさんんが立っっててていいいごめな言われたたそそでです二まま人で積もる話をろろとした結局お金を借りて逃げ回ってる苦労した2年間の話やそれから彼女のことがでもずっと忘れられなかったそんな話を聞いたら何も言わずにいなくなった彼のことすごく冷たいし悔しく思っていた気持ちが溶けて消えてみゆきさんも「ああ彼も苦労したんだな」 会えてててかったっった気持ちになって結局「また会おうよ」っていう彼の言葉にそのまま誘われて2度も3度もまた彼のマンション訪ねていったそうですそんなみゆきさんの様子を見ていて何か変だなと思った新しい職場の同僚の恋人みゆきさんになあみゆきお前 一体何してるんだって問い詰めたそしたらみゆきさん正直に彼に言ったんですねごめんなさい実は前にも話したいなくなってた恋人私また再会したのだから彼に最近会いに行っちゃってるでも彼との気持ちがまた戻ってきてしまってもしかしたらやっぱり彼のことが好きになってしまってるかもしれないごめんなさい っって言ったんですそしたら同僚の彼氏が複雑な顔をしながら「なあ俺さお前の様子がおかしいから一度後をつけていったことがあるんだ」。そしたら「お前郊外にあるマンション人が住んでないようなボロボロのマンションの中に入ってくんだよ」。びっくりしてさ 何やってるんだろう危ないことしてないかなと思ってお前の後ついて2階のお前が入った部屋開けたら真っ暗な何にもない部屋の中でお前ずっと楽しそうに一人で喋ってるんだよそれ見たらなんだか怖くなって扉閉めて帰ってきちゃった「お前あそこで何してるんだ?」ずっと一人で喋って「入り口にはもう危ないから立ち入り禁止」って書いてるし 人が住んでないから取り越しの決まってるマンションだぞ」って言ったそれを聞いたみゆきさんえ「えっそんなはずない」だって雄也君とたくさん会ってるしってぼんやりした顔をしてそのまま黙ってしまった結局みゆきさんその日の夜から「行方をくらましてもう連絡がつかなくなってしまった」「会社にも来ない連絡先にも出ない」 電話もつながらない結局捜索願いも出たんですがいまだそのみゆきさんの行方は分かっていないそうですそんな話を恋人のその同僚の彼が私に話してくれたんですが「私それでどうしたんですか?」っていうと「もう諦めるしかないことはなかったんですがただ同僚の彼も最初にじゃあ電話してきたその優也さんの友達の女っていうのは何だと思った 彼女のご両親の許可を取って彼女が残していった携帯電話の履歴を見ながらだいたいこの辺りだろうと思う相手に順番に連絡をしていって結局その女の人女の友達っていうのに行き当たったそうです。話を聞くと「彼が今行方不明になって」ってかいつまんで話すと向こうで電話口でその女が笑うんですね。<laughs> いなくなくっったんんんだてて笑笑うううでです。すえ、どうして笑うんですか って言ったらいやだって本当にいなくなったんだいややっぱり行かせてみるもんだね私裕也くんと付き合ってたんだけど裕也くん大好きだったけど裕也くんには本命の彼女がいたから遠くにいる大好きな子がいるってでもう裕也くんいなくなっちゃったんだ裕也くんの住んでたマンション人がどんどんいなくなって今ではあそこ紙隠しマンション ってて呼ばれてるんだけどね私ね「雄也君だけがいなくなったのが許せなくってだったら大好きだった本命の女もいなくなればいい」ってちょっと思っちゃったんだだから女が東京に帰ってきたって聞いたから連絡したら「そっか本当にいなくなったんだいい君だ」ってたくさん笑って電話を切ったそうです。山由さん だからもうみゆきは帰ってこないんだと思います」。そう話ししてました